瀬田川大橋は、滋賀県大津市瀬田帯町目松原町の瀬田川に、かかる国道1号の橋である。全長221メートル。長さ22メートルの橋脚が4基設けられ、完成当時の福音は9.5メートル。その後、福音は11メートルに拡幅されている。中央三景間連続針で、それ以外は単純針である。 主ュたタを2本設けた構成の箱ゲ橋として作られた。中央の橋脚の間隔を65メートルに広げ、大型観光船を通過できるようになっている。縦断勾配は350分の1、横断勾配は50分の1の放物線を描く線形。基礎として、長さ20メートルが2基と22メートルが4基の、計6基の鉄筋コンクリート製の井筒が設けられている。また、 橋脚や橋台いずれも、鉄筋コンクリート製である。瀬田唐橋のバイパスとして建設され、唐橋の500メートル上流に架橋して鳥居川と、瀬田大江の間を結ぶ。セメントは4トン積み、トラック400台分、鉄は同じく250台分用したと言われる。総工費2億円。地元では、瀬田川の景観を壊さないよう、新唐橋にふさわしいデザインを求め、 上部円形株格型の手すりやギボシを模した古風な水銀灯が取り付けられた。瀬田川大橋の取り付け道路は橋に先立って建設され、西側は350メートルの高架道路、東側は900メートルの道路が設けられた。なお、西側の高架道路は、はじめ森土で建設予定だったが、 国鉄東海道本線で地域が分断された経験を持つ地元は反対運動を展開したことで高架道路としての建設に変更された。京都方面から大津市松原町までの区間は1950年にバイパスが開通したが、名神高速道路が開通していない当時は、瀬田町方面へ向かうには、瀬田の唐橋を経由しなければならなかった。しかし、当時は瀬田の唐橋は、 建設から30年以上経過し、老朽化による破損が著しい状態であった。1958年4月に工事が開始。特殊な工法によって、当時の架橋の常識より少なめの橋脚で建設が進められた。水深が4メートル以上と深いところが多いため、鋼や板で人工塔を作るのではなく鉄製の型枠を浸水して、所定の位置で、 沈設させる工法によって、工費削減と、工期短縮を図った。止水基礎の井筒は、早期工法により沈下させ、沈下後は、井筒周辺は、早期間、底面部は、低半コンクリートを利用して、グラウトを注入した。橋桁は、格子構造であり、土木研究所で設計された。現場継手はすべてリベットで接合させ、それ以外は、工場で溶接した。 桁の仮設は、単純桁は3分割、連続桁は11分割して搬入し、現地でリベット接合して単純桁は1ブロック、連続桁は7ブロックとして組んだ。桁の仮設は、ケーブル工法で行われたが、連続桁の中央警官のブロックは、ステージング上に吊り下げて仮設した。石山高架橋の建設工事では、工事による交通規制や騒音によって、 売上の減少が発生したため、同年6月には地元で国道高架工事被害者協議会が結成し、保障の要求を行っている。瀬田が大橋の開通は1959年3月である。開通後、瀬田の唐橋は国道1号の指定から外された。1985年から1988年にかけて3.4億円をかけて9.5メートルから11、 メートルに拡幅され、橋西側の交差点に対する右折専用車線が追加された。ありがとうございます。